はいどうも、ゆっきーでございます。今回は2023年5月6日に行われた AKB48 をどうしても君が好きだ個別お話し会のレポートをお送りいたします。まずなんですけども、みなとみらい駅に到着しまして、パシフィコ横浜に到着です。で、会場なんですけども、中は狭いですね。おそらく昔は3つくらい借りてたんじゃないかなと思うんですけども、それをまあ今回1つにした感じです。隣はですね、何かの会社の販売会みたいなのをやっておりました。で、注意点としては会場の中にトイレがありません。行くときは、一度会場から出て、再入場するときは改めて荷物検査をしますっていう感じですね。まずは入り口で電子チケットを見せて入場します。スマホを開いてですね。で、中に入って、荷物検査をしますと。で、荷物検査はまあ割と簡易的なものになっております。緩いです。ただ飲み物は一口、私の時は飲みました。ちなみに、途中1時間ぐらい時間が空いたので、ロビーに出て椅子で休憩してました。それではお話し会の手順になりますけども、まずは、希望のメンバーのレーンに入り本人確認を受けます。サイトの QR コードを見せるとスタッフが読み込みします。そして本人確認書類を見せて、問題なしというふうになると、認証済みというふうに、画面が切り替わって、その先に歩いて進みます。で、歩いて進んでいくと、まあ、握手会で、あったような荷物置き場があります。ただしカゴはなくなっていて、線で区切られていました。そこに荷物を置きます。で、さらに待って、メンバーの手前で、スタッフがスマホ画面を操作します。で、操作していただいて利用済みとなるので、そうなると完了ですぐにお話し会が開始します。話し会なんですけども、まあ一番気になる、1万円あたりの時間なんですけども、まあ一般的に言われている10秒程度かなと思っておりますけども、大体7秒ぐらいでお時間ですというふうに言われるので、まあ、ちょっと短くは感じます。ただ2月リアルイベントであった、ボードで遮るということはなくなりましたので、粘る人だとプラス5秒ぐらい話してた人もいましたね。で、剥がしの方はまあ肩を叩く程度っていうのが一般的なんですけども、まあ、それはまあ剥がしの方とかファンによってちょっと、差が当然ありますと、このような流れとなります。あとその他のポイントとしまして、距離ですね。ビニールシートがありますけども、距離としましては昔の握手会と同じくらいで握手が普通にできるぐらいの距離となります。あと話し声ですね。何人かメンバーが話が聞こえにくいみたいなことを言ってた方もいらっしゃったんですけども、実際に耳を近づけてくるメンバーもいらっしゃいました。ただ周囲がうるさくなければ普通に話しててもまあ、十分伝わったと思います。進行のレポートとなります。あとおまけとして、山内瑞希さんのお話し会レポを紹介します。まず1回目、どうも2月以来なんですけどもね、1回目、何でも答えますよ。食べてないです。いやー、この会場にトイレがないのでみたいな会話で、お時間ですとなってしまったんですけどもとかっていう感じで、剥がしを遮って粘って声をかけてくれました。とても優しい方でございます。というわけで、AKB48 どうしても君が好きだ個別お話し会のレポートでございました。ありがとうございました。